俺の名はオージェ・トンプソン。あなたは黒人の希望よ。サインして。はいはい、待ってね、順番ね。アメフト界のスーパースターだった。俺は185センチに95キロの巨体にもかかわらず100メートルを10秒前半で走る。速い速いぞオージェ、ごぼう抜きた。つまり俺は全米アメフトにスピード革命をもたらしたトッププレイヤーってわけだ。ロサンゼルスに豪邸を建てたし、結婚して愛すべき家族も手に入れた。紹介するよ、うちの妻と子供たちだ。オージェ君の人生絶好調だね。まあね、引退後も家族と最高の毎日を過ごしているよ。しかし温厚な表の顔とは裏腹に俺は気性が荒く、夕飯は肉だって言っただろ。やめて、たまには魚介だと思ったの、ごめん。しょっちゅう妻に暴力を振るっていた。そしてまた別の日も。いるのは分かってるんだぞ、ここを開けろ。警察ですか。夫が裏口を壊して侵入してくる、早く来て。落ち着いて、すぐ向かいます。この結婚生活で俺はなんと計8回も通報されたんだ。どうしました。助けて、夫に殺されるわ。全部こいつが悪いんだ、ジョークもほどほどにしろ。その都度俺は罰金刑を食らった。結果俺は妻に離婚を突きつけられてしまう。だがそれでもまだ俺は彼女を愛していた。やり直さないかモニカ。もうあなたと話すことは何もないわ。復縁を迫ろうにも彼女はもう話さえ聞いてくれない。離婚後もモニカのことを気にかけていた俺は、深夜いつものようにモニカの家を見張っていた。誰だあいつは、新しい彼氏か。するとモニカの家を訪れる男の姿が目に入った。俺は気づいた、あれは彼女がよく行くイタリア料理店のウェイターだ。いらっしゃいモニカ。あらドミンゴ、元気そうね。以前からただの友達だとモニカは言っていたが、こうして彼女の家まで来てるじゃないか。俺の腹綿が煮えくり返った。モニカめ、俺よりあの男が言ってるか、許せねえ。実はこの日ドミンゴはただ忘れ物を届けに来ただけだったと後で知ることになるのだが、もうそんなことはどうだってよかった。俺はドミンゴに襲いかかると俺の女房に近づくんじゃねえ。何するんだ。携帯していたナイフで彼をめった刺しにした。すると物音に気づいたモニカが玄関から現れた。何、誰かいるの。すぐそこには血まみれのドミンゴの死体がバレる。もうこうなったら彼女も殺すしかない。俺は物陰からそっとモニカの背後へ回り込み、さよならモニカ。彼女の喉元を真一文字に切り裂いてその場を後にした。しかし俺はその時犯行時にはめていた手袋の片方をモニカの家に落としてきてしまった。さらに玄関前に殺した二人の血痕を残してしまった。怒りに我を忘れ証拠隠滅まで頭が回らなかった。事情聴取の後俺は友人の家にかくまわれていたのだが、王子、君に逮捕状が出た。なんだって。血液鑑定から証拠が出揃ったというのだが、もうダメだ、俺はもう死ぬしかないのか。そこへ親友のアルがやってくる。俺は弁護士の目を盗みアルに頼んだ。自殺する前にモニカの墓へ行きたい。わかった、俺の車で何とかしよう。しかしこれが後に世界中で語り継がれる伝説のカーチェイスとなってしまう。何、大勢が逃走しただと。居場所は突き止めた、ハイウェイ405号線だ。あの野郎、好き勝手しやがって。車の中から友人たちに電話をかけまくっていたので警察に電波を拾われてしまったのだ。おい、警察が追ってくるぞ。もうダメだ、頼む死なせてくれ。バカやめろ、撃つな。このカーチェイスを全米の三大ネットワークが大々的に中継。止まれ、止まりなさい。報道各局は通常の番組を中断しカーチェイスの生中継に切り替えていた。国民がこのカーチェイスに釘付けとなったのは言うまでもない。ゴー、オージェゴー、逃げろ逃げろ。そりゃそうだ、大スターの俺が逮捕状を無視して逃走してるのだから。妻の墓参りを中断し車は俺の家へと向かったが、自宅はすでにスワットに包囲されていた。オージェ・トンプソン、お前を殺人容疑で逮捕する。こうして大々的な捕り物帳は幕を下ろし、俺はロス死刑に逮捕されたのだ。賠償金、金なんてとっくにない。刑事裁判の弁護士費用に全て使っちまったよ。動くな、金を出せ。金を作ろうと2007年には武装強盗を企ててみたが、あっさり御用となってしまった。こうして俺の人生はアメフト界のトップスターから地獄へ転落していったんだ。金も名声も家族も全て失っちまったら何も残らねえよ。